県内の新規感染者数は193人で、宮崎市保健所管内が59人、宮古の城保健所管内が40人などとなっています。新規感染者数は29日連続で、前の週の同じ曜日を下回りました。また、いずれも基礎疾患のある70代と80代の患者、合わせて3人の死亡が発表されました。このほか、新たなクラスターが 今月11日までの1週間に高齢者施設で9件確認されたということです。昨日の時点で県内のコロナ病床に入院している患者は65人で、使用率は15.9%となっています。